皆さんこんにちは、ドロークチャンネルです。今回は神戸電鉄青線木津駅を紹介してみたいと思います。京都にも木津駅があるのですが、こちらは神戸電鉄青線の木津駅です。所在地は神戸市西区です。新開地寄りの一つ隣の駅愛奈駅とは 3.4 キロ離れていて、青線では駅間距離が一番長くなっています。駅がある場所は幹線道路に接していない集落にあるのどかな佇まいがあるのんびりした場所に当駅はあります。見渡すと畑や田んぼ、そして大きな家が固まって立っています。心が癒されるのどかな場所です。こんなのどかな場所にアンバランスな駅舎が立っています。神戸電鉄木津駅と書かれたエレベーターがあります。どうやら駅は上にあるようです。こちらの階段を上ってみましょう。階段を上ったところに駅舎がありました。そして果てしなく伸びる通路があります。先ほどののどかな風景から一変して、整然と整備された超人工的な場所に来ました。この場所の一角に大きなロータリーが設置されています。この場所は神戸複合産業団地の木津駅の最寄りとなる場所にあるロータリーです。かなり大きなロータリーです。しかし仮設のガードレールが設置されていて、これが完成形ではないようです。なぜか様々な動物のモニュメントが飾られています。なかなか独特な不思議な場所です。このロータリー内にはバス停も設置されています。静清中央ホームへのバスが利用できます。神戸複合産業団地は神戸テクノロジスティックパークという愛称が付けられています。このロータリーから長い通路が伸びています。この通路の横に自転車置き場が設置されています。この通路は木津駅歩道橋と呼ばれています。アルファベットの K の文字があしらわれています。この K は神戸電鉄の K なのか、木津駅の K、 はたまた神戸複合産業団地の K なのか、一体どれを示しているんでしょうね。まっすぐに通路は伸びています。木津駅の駅舎の入り口まで段差なくフラットに行くことができます。神戸複合産業団地側から木津駅の駅舎を見るとデザインがマッチして見えます。先ほどののどかな北口側のアンバランスなわけが解決できました。木津駅は橋上駅舎の形をしています。コンコースの下にホームがあります。神戸電鉄木津駅と小さく書かれた看板が駅入り口に設置されています。
正面に改札口、右側に券売機、左側に飲み物の自販機があります。自動券売機は2台です。自動改札機は3台設置されています。乗り越し精算機は1台設置されています。改札内コンコースには線形車両のデザインをした自販機があります。お手洗いはこの場所に設置されています。新開地方面が左側、青方面が右側です。ホーム階に降りるエレベーターも設置されています。こちらは2番乗り場、上り、新開地方面のホームです。木津駅のホームは相対式ホーム2面2線です。1番乗り場、下り、青方面のホームに向かいましょう。こちらにもエレベーターと階段で降りることができます。ホーム階のエレベーターの入り口です。こちらは階段です。以前は単式1面1線の木造ホーム、駅舎もない駅でしたが、複線化に伴い1999年に現在の新しい駅へと生まれ変わりました。こちらは駅の北と南を結ぶデッキです。どうしてこうなったんでしょうか。木津駅の標高は143メートルです。1937年に三木電気鉄道の愛名教え部谷間に木津駅として開業しました。1947年には新湯三木電気鉄道の駅となり、1952年に電鉄木津駅に改称しました。そして1988年に現在の木津駅に改称、そして1999年に橋上駅舎化しました。ここから神戸複合産業団地に伸びる橋が見えます。長いです。木津駅のホーム有効長は5両です。こちらは上り新開地方面です。次の駅は愛名駅です。ということで今回はここまで。神戸電鉄青線木津駅を紹介しました。次回は次の駅、小畑駅を紹介してみたいと思います。動画に対するコメント、そしてグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドルークチャンネルでした。